私のせいなんだ。私の過ちだ。あの時、私がお前を見つけてしまったせいなんだ。なあ、つかさ、将来は二人で店やんのってどうよ。気分次第で開けてりゃキャンプみたいで楽しいじゃん。じゃあ俺は店長やるね。なんでだよ。じゃあいいよ、俺会長やるから。大丈夫だよ、サトルくん。これからはおじちゃんがついてるからね。おじちゃんがずっと君を守ってやるからな。林さんとは10年以上も一緒に暮らしてたんだ。なのにもう2年も音信不通になってて。よく平気だな。全然平気じゃないよ。でも林さんも今頃一人で仕事してんだなって思って、俺もおとなしく働いてんだ。帰ってくるのを待ってるしか他に方法ないしね。俺は、ヒロキのためなら何だってやるんだ。あれほどのペットは絶対に手放すわけにはいかないんだよ。俺がサトルを見つけたせいで、サトルの親は殺されたんだ。俺は、サトルを守ってやらなきゃいけないんだよ。結局、林さんは、俺のことなんてどうだっていいんだな。林さんは、俺には元気かの一言すら、くれないんだよな。
だってそうだ。司は何でも俺に隠すんだ。だけど俺は、なぜ司が俺に隠し事をするのか、ずっと考えないようにしてたんだ。司を信じていたかったから。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。司も俺も、ただ一緒にいたいだけなのに。